第4世代のプリウス、オンロードで乗るとすっげえいい車なんだけど、実際四駆を借りてスタッドレスタイヤ履いてこの白馬まで来ましたけど、バージンスノー走ってます。実はまあフロントはハイブリッドシステム THS なので、まあ2モーター、一つは発電用、一つは駆動用ですけど、リアがモーターなので、まあ今2つのフロントのアクスルとリアアクスルにモーターで駆動することができますけど、まあ路面の抵抗大きいのでどうしてもモーターのトルクだけでは足りないところをグッとアクセル踏むとエンジンが始動して、まあ、フロントはエンジンの力で走ることになるんですけど、まあ、この表示を見てると、インジケーターの表示を見てるとリアのモーターのトルクがフロントが滑ってからこうリアがモーターで押すような感じですね。だから、まあ、言ってみればオーソドックスな、まあ、オンデマンド四駆みたいな感じなんですけど、例えばレジェンドの SHAWD は逆に、まあ、DCT ってこともあって発進はリアのモーター積極的に使ってリアでグッと押しながらこうフロントも一緒にアシストするような感じなので、まあ、モーターの大きさにもよるんでしょうね。プリウスの場合は、まあ、FF ベースのオンデマンド四駆、まあ、リアの駆動力をモーターで行ってる。だから、まあ、実用的にはもう全然問題ないんですよね。バイワイヤーブレーキなので非常に横滑り防止装置 VSC、まあ、ESC の制御も静かで、ナチュラルな感じですね。だから非常に車が洗練されてるし、で車高が四駆の場合ちょっと高いので、まあ小わだちができても安心して走れますね。ちょっとトラコンを切ってみるとどうなんだろう。フロントやっぱ滑りますね。かかってフロントのトラクションコントローラー今切りました。しかし横滑り防止装置 ESC は働いてますね。まあ、路面の小雪ちょっと新設走ってるので抵抗が大きいので、やっぱエンジンの、まあ、パートレーンのこうトルクが必要なんですけど、そういう意味で、ちょっとトルクはもうちょっと欲しいかなみたいなところありますけどね。まあ十分こう走るね。でこうちょっとフェイントかけてこう少しタックイン気味に行くとお尻も軽くスッと出たりして、もうなかなかいい感じだな。まあ、これで全日本ラリー出るってわけじゃないので、このぐらいの操縦性で十分いいと思いますが、このハイブリッドシステムにもうちょっとでかいエンジンでモーターもちょっとでかいの乗っけたら結構スポーツハイブリッド四駆になるかな。